皆さんこんばんは、MK です。ルイージマンション3パート14やっていきましょう。前回に引き続き9階を攻略していくんですが、もうボスは倒しちゃったんですよね。なので、まだ見ていないところを見たら次のフロアに行きましょう。この辺にダークライトで化石が出てくるとかではないか。これはコインではなさそうですけど、あ、ただのライトですね。ティラノサウルスの頭ありましたけど吸い込めるわけではないと。まあこの辺には何もない気がするな。ボスと戦った場所にクリスタルとかがあった試しはないので、これも同じだとは思いますが、一応照らしていきましょう。ダークライトで新しい化石が出たりするわけではないと。この辺も何もないですね。わかりました。じゃあ戻りたいと思います。廊下でまだ行ってないところありますよね。確かここの左側まだ行ってないので、そこから行きますか。キノピオさんついてきてくださいね。まだまだ9階を冒険しますよ。ここは前回引っ張ったので関係ないと。あれ待って、このガラスケースってさ、あ、わかった。恐竜、あれ待って、これキノピオでもいける？あ、キノピオでもいけそう。恐竜の骨を持ってきて多分割るんですけど、キノピオでもいけますね。オッケー、ごめんなさいね。すいません、ちょっと、ガラスを割るのに使わせてください。ここもですよ、ほら。キノピオさん出番あるよ、今日は。はい、ここガッシャンとやってお金大量ゲット。あとで半分、あ、ちょっと今邪魔ですよ。あとで半分あげるから許してくださいね。はい、お金めっちゃあるじゃん。これはありがたい。で、この奥もまだ行ってないですよね。この辺には何かありますか？一応この花とかも取っていきたいんですが、あ、ピカッとするとこあるじゃないですか。ここやっていきましょう。はい、ストロボを貯めてピカッと。これで何が起こるんでしょうか？後ろか。後ろのここが扉になっていました。はい、じゃあここもピカッとやっていきましょう。クリスタルっぽくない？中からクリスタルが出てきてほしいんですが、お金か。待って、クリスタルも出てきた。これはありがたい。二つ目ですね。ありがとうございます。そしてたら今度はこの辺は？この辺吸い込めばまたスイッチが出てくるとかではないか。あれ？もう終わり？左側、あ、一周するのか。なるほど。じゃあここのガラスケースもちょっとごめんなさい。キノピオさんを使って壊しますよ。ごめん。どこ行ったキノピオ？あれ？待って、どうするこれ？これ大丈夫？あれ？キノピオさん？キノピオさん？あ、おお、ワープした。ごめんなさいね。そっかそっか、こういう仕様になってるんですね。よかった。もう一生キノピオさんエレベーターホールに連れていけないのかと思いました。はい、ここまたパールをゲットして、これは何もないか。旗の後ろには何もなさそうですけど、危ないって。キノピオさん危なかったよ今。これはなんかはしごっぽくない？大丈夫？ ZLZR とかも関係ない。これはなんかガタガタ揺れてはいますけども、なんかはしごっぽいよねこれ。背骨ってだけ？じゃあとりあえず無視しますよ。ここは前回やったもんね。ダークライトで照らしたと思います。そしたらここか。はい、キノピオさんまだまだ出番ありますよ。ここを引っ張ってここにぶつけていきましょう。結構シビアなんだよね。オッケー。はい、そしたら大量のお金とお化けがいたぞ。はい、こいつ吸い込みましょう。おっと、キラキラしてるってことはこいつクリスタルを持ってるぞ。はい、あと1回なんだけど無理だよね。はい、じゃあまたここピカッとやって吸い込んでいく。で、後ろ側にドッカンとやってキノピオ当たったけど大丈夫？はい、これでクリスタルまた一つゲットしました。残り3つなんですけど、なんかここ集まりそうだな。残り3つぐらいありそうじゃないこの辺に。これは、はい、植物を吸い込んで、ちょっと待って、コウモリがうるさい。コウモリ出て、コウモリじゃない、カラスだ。カラスがうるさいですね。はい、この辺、はい、ハートありがとう。ハートはいいとして、お金か。はい、お金も大量入手。なんかありそうだな。怪しいぞ、この辺。はい、全部吸い込んでいきましょう。なんもないか。一応、あ、キノピオさん邪魔ですよ。これか？このトリケラトプスの頭にドッカン。あー、ごめんなさい、そこじゃないわ。でもまあ、そこもとりあえず割りたかったんでいいとしましょう。豚の貯金箱が手に入りました。はい、ここでドッカンとやってお金を大量入手。なんかこれ怪しくない？大丈夫？これ、ZLZR とか関係ないし、キノピオさんをぶつけるわけではないですよね。なんか怪しいぞ。大丈夫かな。そしたら待って、この辺まだ全部取ってないので取っていきましょう。何かありますか？なさそうではあるんですけど、このパイナップルみたいなやつ気になるな。いけそうじゃない？なんかパイナップル吸い込めそうな。いって何すんの。あれ待って、ここはなんか通れるようになってる。あれ、なってないな。こっち側、内側のここ、あれ、なんか見えるだけか。じゃあ大丈夫ですね。そしたら、はい、キノピオさん、ここにありますよクリスタルが。はい、ここガッシャンとやってクリスタルゲット。残り2つなんですけど、ちょっとわかんないな。じゃあ帰りますか。ちょっともう一周しちゃったんで、他には何もなさそうですし、帰りましょう。隠し部屋とかがあるわけでもないですよね。あれ待って、ここなんか怪しくない？穴あるぞこれ。待て待て、キノピオさんはいいんだって。ほら、ここ穴ありますよね。グーイージで通れる？グーイージちゃん、ここ通れないか。あれ、なんか怪しいぞ。
なんだなんだなんだ、そこに穴があるんですけど、ダークライトとかは関係ない。え、ネズミが出てきてたんでしょうか。まあいいか、じゃあとりあえず帰りましょう。ほらキノピオついてきて。待って、このプテラノドンも怪しいんだよな。プテラノドンで合ってるっけこれ、トリケラトプスだっけ。ちょっと恐竜の名前全くわからないんですけど、なんかこれ怪しいよね。大丈夫？あ、だだ、あ、キノピオぶつけるとかそういう話？キノピオここにバーンってぶつけて OK。 おーっと、クリスタル一つゲットしました。残り一つなんだけどな。うん、わかんないな。帰りましょう。キノピオさんどこ行った？こっちだよ。何してるの？はい。はい、キノピオさんさよなら、バイバイ。これでなんとか、小山博士の元に帰れましたね。待って、まだなんかあるか？おーっと、また見られている。待って、その猫、あんたの猫かい。なんだったっけ？ちょっと名前忘れちゃったけど、このオーナー。怒ってるよ。めっちゃ怒ってる。行ってきなさいって言ってますね。あなたと戦う時も来るんでしょうか？キングテレサの前にこいつを倒さないといけないっぽいですね。はい、バーチャルボーイから連絡が入りました。さて、ルイージ君よ。これでまだ見つかっていないのは、キノピオ君があと一人と、ピーチ姫、そしてマリオ君じゃな。そうですね。まだまだ道半ばといったところじゃの。頑張るんじゃぞ、フェフェフェ。はい、じゃあ頑張りましょう。待って、暗くなったけど、大丈夫？帰るよ。私も9階に用はないから。クリスタル一つ取り逃したのがちょっと気がかりですけど、一応もういいとしましょう。はい、そしたら地下2階ですね。まさかのここで10階じゃなくて地下2階なんですよ。どうすればいいんだ？行くけど、地下2階ってなんかありそうじゃない？マリオかピーチ姫がここで助かるんでしょうか。じゃあ地下2階メンテナンスフロア、ここに行きましょう。まあ確かに地下だからね、メンテナンスフロアというか、まあいろんな機材が置いてありそうな気はします。スパナが針になっている。めっちゃオンボロじゃんここ。まあ地下だからね、従業員しか来ないんでしょう。おー、ルイージさんそこにいましたが、多分大丈夫だよ。出ていきましょう。なんだ、なんか画面が揺れてますけど大丈夫ですか？あー、そっか、スチームか。スチームがファーッと吹いているんですね。こんにちは。うわ、ちょっとここ怖いな。誰かいそう。待って、これは中開ければ何か出てくる。コインありがとう。コインだけか。あ、待って、下にもなんかあるぞ。まあいいや、とりあえず一個一個やっていきましょう。ここ Y でいけそうなので、はい、後ろに引っ張る。コウモリ、コウモリやめて。はい、 ZLZR で退治していく。ここピカッとピカッと、やめてってやめてって、どこ？ OK。 なんとかハートゲットで、元は取りましたね。そしたらこの中、あれ？入れないの？中に入れるかなと思ったんですけど、入れませんでした。ごめんなさいね。あ、ここグーイージだ。グーイージでこの土管の中に入っていく。どこ行くの？グーイージさん、どこに行ったか全然見えないんですけど、上か。上の底に出るんでしょうか？出ないな。あれ？上なんかあるよ。あれ、どうやって行くんだ？まあまあまあ、とりあえず今手に入ったお金はそれはそれでいいとして、上に宝箱があるな。どうにかすれば手に入りそうではありますけど、ちょっと一旦グーイージ戻ってきて。ここの裏はなんかありそうじゃない？大丈夫？後ろぐるっと一周して、おお、金色ネズミ、金色ネズミ2匹もいました。はい、ここピカッとやってお金入手。それだけっぽいな。なんか上行けそうだよ。ダークライトだ。おー、あった。ダークライトではしごを出すんですね。オッケー。そしたら呪い玉全部吸い込んでいきましょう。これじゃない、これじゃない。呪い玉こっちおいで。あー、どこ行くの、どこ行くの。これですよ。はい、呪い玉さんこっち来て。オッケー。なんかバスタブみたいなやつを転がしてしまいましたが、とりあえず無視していきましょう。でここ落ちないでね、ルイージ。お金を大量にゲットして、この中からクリスタルっぽくない？中からお金とパールだけか。なんかクリスタルっぽい気がしましたけどね。そしたら下に落ちたお金もちゃんと拾っていきましょう。お金大事だからね。待って、ここはなんか網っぽくない？グーイージで下に行けるとかではないか。これは鉄格子か、あくまでも。鉄格子っていうか、あれか、鉄板か。こっちに来て。どうした、ルイージ？おお、誰かいる。何？作業員の方ですか？めちゃくちゃサボってるんですけど、ルイージ、よくそういうのやるよね。ピッと鳴りました。お化けにバレちゃうよ、やばい。これはバレてしまったんですけど、待って、私敵意はないんですよ。ここで次のフロアのボタンが欲しいだけなんですけど、何をするの？そこ、はい、ぐるっと回せば何が起こるの？土管の中を何かが通っているみたいですけど、そこ危ないんじゃない？ルイージー、水が思いっきりかかっちゃった。あー、これでグーイージが通れなくなっちゃうんだ。あー、そっちに行っちゃったんですけど、とりあえずグーイージここ行けそうだよ。じゃあここ行ってください。はい、中を通ってどこに出るんですか？ここかい。待って、待って、鍵がある。そこに鍵があるんですけど、ここは鍵を使わないと通れないとか、そういう話？一旦ルイージパスです。ルイージさん、一旦ちょっとここ行こうとしてみてください。だけど鍵だよね。そこに行くには水を止めないといけないのか。あ、ここのバルブか。ここのバルブをぐるぐる回して水を止めましょう。そうすれば
何？水は止めたんですけど何が起こるんでしょうか。上か、あーなんか上にクリスタルも見えました。どうすればいいんだろう。ダークライトで何かが起こる。この辺に何かありますか。なんかここ怪しいな。扉っぽいんですけど扉ではないのか。吸い込むのか。ここ吸い込んでみますけど、あーやっぱりだ。はい、ここ布になっていました。新たな土管を発見しましたね。よし、そしたらここにグイージを入れていきましょう。そっち行って、これで多分そこの鍵が取れると思うんですが、はい、土管を通って、よくそんな細いとこ通れますね。はい、オッケー、これで鍵をゲット、ゲットできますよね。なんかあの左側のクリスタルが気になるんですけど、どうにかして取れませんか、グイージさん。おっと、いけるね。オッケーオッケーオッケー、はい、こっちを通って宝石一つゲットしました。一番最後の黄色ですね。この先には何もないか、何もなさそうなので帰りましょう。ここで一応コインは入手しといて、入手というか下に落としただけか。そしたらグイージさんすいません、落としてしまいましたが、はい、ここで鍵をゲット。これで進めますね。さっきのお化け何なんだよ。もう別に私あなたに何もしてないじゃないですか。はい、じゃあここを鍵を使って奥に進みましょう。さっきの人いますか。何何何、あ、誰かいる誰かいる、お化けだな。はい、ここピカッとやって吸い込んでいきましょう。100、オッケー、体力、あ、いってえな、お前は。じゃあ今度はこいつだ。はい、バーッと吸い込んで、やめてやめてやめて、なんかちっちゃいのがめっちゃいるんですが、はい、こいつら倒してしまいましょう。オッケーオッケーオッケー。はい、でこいつとどめ。そしたらまたこいつですね。こいつを吸い込んで、今度は後ろのお化け、お前だよ。あれ、どこ行った、あいつどっか行っちゃったな。ラスト1匹、はい、ここピカッとやって、なんか持ってきてたぞ。その狂気やめてくださいね。はい、ここであと一発ドッカン。オッケー、これで一応全部倒しましたか。そしたらここはどうすればいいんだ。バルブが何個かあるのと、ここグーイージで行けそうなところがありますが、一旦グーイージ通りましょうか。グーイージで下に行くのかな。はい、下に行ったら水ですね。そこの水を止めないとグーイージで進めないので、ルイージに一回交代しましょう。でここは吸い込む。これを吸い込めば、待って待って、あ、大丈夫だよね。これで止まった。はい、止まりました。じゃあここまで進んで、今度はどこだ、これか。これなんか金色のバルブだ、バルブっていうかあの配管だから違うような気がするな。吐き出すのか。吐き出して、そうだよね、そっちが止まるよね。ってことはこれか。これをくるくる回せばグーイージ、あれ止まんねえ、なんだ、どこだ。ダークライトでどっかに隠されたバルブがあるんでしょうか。どっかにありますか。ないぞ。あれ、待てよ、今グーイージの目の前にあるのはどうやれば止まるんでしょうか。これ嘘、これ吸い込んじゃって大丈夫。じゃあこれ吐き出せばグーイージのところ来そうじゃない。大丈夫だった、一応行けましたね。そしたらここか。はい、ピカッとやって上に電気を通す。そうすれば扉の中が入れる、扉の中っていうか扉のところが入れるようになると。 OK、 おー、かっこいい。ガチャンガチャンガチャンと行きましたが、なんかここ怪しくない。待てよ、ここ通れそうな気がするんですけど、ダークライトとかでもなんもないか。大丈夫、これをさらにくるくる回すのか。あ、回すんですね。これをくるくる回せば何かが起こると見たんですが、起こんないな。え、じゃあなんだ、吐き出す。じゃあこれ、はい、空気を吐き出せば、おお、上でコインがめちゃくちゃ出てきた。これルイージ回収しましょう。あいつが吐き出している間に私は、お金を回収していく。めっちゃ大量じゃん。え、大丈夫、こんなにもらっちゃって。じゃあまあもらえる分はもらっておきましょう。もう壁に張り付いちゃってるんですが、はい、ここで大量ゲット。そしたらグイージー戻ってきていいですよ、ありがとうございました。でこの奥にいるのか、さっきのお化けはどこ行った。よくもさっきは水をかけ上がって、びっくりした、ネズミかい。こっち側にも扉があるので、とりあえずこっち行ってみましょうか。ここは何ですか、清掃室、何ここ。グーイージっぽいですね。グーイージを使ってここの土管に入りましょう。そしたらどこ行くの、下か。ぐるぐる回って下に出ました。ここはあれ、通れないよ、こっからじゃ何もできないと思うんですけど。ダークライトとかで何かあるわけではないですよね。あ、ここ通れるんか。通れないんかい待って、通れないじゃん。そしたらここで上に行って、あ、わかった、そっち側ね、わかりました、わかりました。ここのバスタブみたいなの、謎のものを避けて、待って待って、こっち来て、それ、その車ついてるから多分引っ張ればこっち来ると思います。 OK。 そしたらグーイージでこっち側の土管に入っていく。そうすれば左側に出れると思いますが、はい、ぐる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 回って、違うんかい。待てよ、これは水を止めないといけないな。一旦そこにお札があるので、これは取ってしまいましょう。それはそれでいいとして、そこの水を止めるにはどうすればいいんだ。これか、なんか楽器みたいなものがありますけど、これは関係ないか。なんだ、え、
ルイージどうにかしてこれ、あこれか、これをくるくる回せばそこの水止まる、オッケー、でグーイージで奥まで行って、はいここをゲットしました、ありがとう。中から何か出てきますか、クリスタルだと思ったんだけどな、あっていうかクリスタルその下か、じゃあここ段ボール避けて、段ボールを避けて、はい中に入り、あやばい待てよ、ここ入ってもいいけど入ったらそこの水気をつけないといけないな。じゃあルイージで、はいここを吸い込んでじゃねえや、吐き出していきましょう。そうすれば今度はそこの水が止まると。でこっち側の宝石ゲット、ありがとう。これで2つ目ですね。なんか宝石がスパナの形をしてるとちょっと安っぽく見えますが、よしとりあえずこれでここは終わりましたので、はい奥に行きましょう。これが気になるんだよな、なんだこれは、何踏めばいいの、踏むわけではないのか、え何絶対なんかあるよこれ、吸い込む、これをぐる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 回せば何が起こるんだ、あなるほど足場が回るんだ、足場が回るのはいいとして、まずどこに行きたいの私は、こっち側、こっち側気になるね、ここはい ZLZR、 あれどうしようもないここ、その奥に行きたいんですけど、あれダークライト、ダークライトとかでここに何かが出てくるわけではないと、あれ Y か、Y でここ、9番 Y ですね、はい後ろにやってドッカンしていきましょう。全部落ちた、お金が全部落ちてしまいました。はいでここは中からお金だけか、クリスタルかなと思ったんですけどね、そしたら待って、奥にもなんかありそう、すいませんね忙しくて、真ん中行く前にちょっと奥に行かせてください。この辺にもなんかあるでしょこれ、 Y か、Y で引っ張ってドッカン、そうすれば中からはお金だけ、なんだなんか今棒みたいなものがありましたが特に意味はないみたいです。この奥に行けるわけではないのか、グイージ、グイージならここの奥に行けますか、行けないですね、わかる、あ待てよでもなんか下あるぞ、え行けるぞこれ多分、待て待て待て、そっち側に宝箱があるんですよ、どうにかすればいけそうなのと、ここ Y 臭くない、大丈夫、あこれ Y だよね、はいこれ吸い込んで後ろにパッと引っ張って、あれ違うか、おおお金が大量に出てきた、え何どういう仕掛け、まあいいやとりあえず吸い込んでいきましょう。はいこれも後ろにバーッと、あたたたたたた、まだですか、はいこっち後ろに吸い込んで開けていく、中から大量のお金だけか、えこれはこれも Y っぽいね、 OK、 これなんかでかいからクリスタルでしょ、はいここパッと開いて中から何、怖いなお金だ、なんでこんなところに大量に札束があるのかもいまいち不思議なんですが、 OK とりあえず集めれるものは集めました。そしたらやるよ、ここぐるぐる回すでしょ、そうすればまずどこが正解、上そっち側が正解かな、まあまあまあ一個一個やっていきましょう。そしたらまずは上に行きたいと思います。ここのはしごを登っていく、なんだ鍵のマークがあるんですけど、これは右側に回せば鍵が開くんでしょうか、うわなんか進んじゃったよ、誰かいる、うわさっきのやつだ、何するの、そのスイッチをガッチャンと入れれば何が起こるんですか、見てるぞ、何何何、そのスイッチは何のスイッチだったの、そこなんだなんだ、おーぐるぐる回って、何何水が、やばいよ水がすごい上まで来ちゃってる、あー、ルイージやばい、下行けたのにな、下行けなくなっちゃいました、おコンコンしてる、何すんの、おーびっくりしたしかも落とされるんかい、やばいぞこれは、え落とされちゃったんですけど、ルイージ大丈夫、水の中だけど泳げる、オバケンが、オバケンが水の上を歩いているんですが、オバケン助けてありがとう。これでじゃあこっち側行きますか、うわなんかありそうだったな、その水の下に、ありがとうオバケン、あなたがいなかったら溺れていました、はいすり抜けた、やめて、そんな毛並みあるんですかあなたに、いやひどい目に遭いましたね、お化けどうした、なんだ音がしているんですが、博士かい、ルイージ君えらい目に遭ったの、ちなみにオバキュームは防水加工じゃから壊れはせんぞ、あそうなんだ、それはありがとうございました。やつがあのスイッチで排水を制御したせいで道が遮られてしまったわい、なるほど、じゃがこのまま水路をたどっていけばスイッチの場所にたどり着けるんじゃないかの、ルイージ君排水を元に戻してやってやつを追いかけるとするぞい、わかりました、じゃあこの先もどんどん進んでいきましょう。この辺は何もないですよね、ダークライトとかも関係ないか、じゃあこっちに行きます。お化け待ってどこ行った、これは付箋がたくさん貼ってありますが、この機械を見てみましょう、なんだあ覗けるだけか、どこかに秘密の何かがあったりしません、一応これで見ていきましょう、なんもないな、えなんもないよね、なんだなんだなんかいた今、え待ってそれは大丈夫、光ってるだけ、光ってるだけか
なんかお化けの声が聞こえるから非常に怖いんですが、なんかここスイッチ入れちゃったけどお金か、そしてそこをピカッとするのがありますね。はい、ピカッとしていきましょう。ここちょっと邪魔ですよ椅子、椅子を避けて、はい、ここストロボ貯めてピカッとしていく。そうすればどうなるんですか。あれ、何も起こんないよ。上か、上のところがガタガタ鳴っていましたけど大丈夫。ピカッとやったらガタガタ鳴ったよ。え、何これ、連続でピカッとやるの。連続でピカッとやるわけではないんだ。じゃあなんだ全然わかんないから進んでしまいましょう。ここにはカレンダーとかもありますけど、どうすればいいの。え、これは一応中を開けてみましょう。買おう、お金だけ。うわ待って、これ結構かかりそうだな、こっからまた進むと。じゃあ今回はこれくらいにしておきますか。じゃあ次回またこの続きからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。